はい、どうも。アニメ論争堂をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。よっさんです。今日はですね、こちらを買ってきました。じゃじゃん、帰ってきたよおさまつさんウェハースシーズということで、こちらを買ってきました。こちら、じゃん、箱買いしてきました。20個入っております。はい、ということでこちらを今日は開封していきたいと思います。はい、では1個目開けたいと思います。オープン。何が出るかな、ドキドキ。お、これはこれは、じゃらん。はい、一末ですね。これはあれか、この間の夏に出てた一番くじの時の一末かな。クラゲみたいにゆらゆら君と暮らしたいって書いてありますね。はい、これ可愛いですね。あ、今回はですね、ウェハースの味バニラクリームになりましたね。前回チョコだったんだけど、はい、こんな感じで真っ白です。匂いもすごいバニラの匂いがします。美味しいかな。じゃあ一口食べたいと思います。美味しい。ね、毎回思うんですけど、ウェハース、まあ子供も食べれるはずなんですけど、ここ対象年齢15歳以上っていうね、謎の文言があるんですけど、これ絶対普通に子供も買って食べてると思うんですけど、どの辺が15歳以上なのかが謎です。はい、2個目トッティー。おそ松ですね。はい、おそ松。毎回ね、謎の引きでよくから松と一松が出てくるんですけど、まあ一向に今のところチョロとジューシーが出ないっていうね。から松、一松。これはビジュアル A ですね。はい、きたー、チョロ松、末っ子松。この絵大好き。きたー、ジュジュ松、超かわいい。ひまわり持ってね、腹チラ、腹チラ、ジュジュ松。ジュジュ松、超嬉しい。ジュジュ松、チョロ松。トッティですね。またしてもトッティですね。これあれ、全員揃ったバージョンなんだね。一松、おそ松、浴衣バージョンですね。きた、ちょっと、チョロ松、引きがいい。どうした自分、嬉しい。今回1個しかいなかったのが、から松が1枚、おさ松兄さんが3枚、一松も3枚、トッティも3枚、チョロ松も3枚で、ジューシ松も3枚で、あとビジュアル絵みたいになってるのが3つと、この弟松ですね。はい、これで全部20個です。いやー、今回箱買いしてよかったな。ジューシーとチョロの若葉が揃ったので、だいぶ満足ですよ。これかわいい、嬉しい。全部揃えるには結構買わないと無理かな。まあ、とりあえずね、ウェハースいっぱいあるんでね、今後のおやつには苦労しないと思うんですけども、はい、皆さんもぜひぜひコンビニ、スーパーとかで売っておりますので、買ってみてはいかがでしょうか。では、よっさんがお送りしました。もう今ね、テンションマックスです。はい。ではね、また。ではまたね。なんかおかしい。もうテンションがおかしい。ではまたね。アデュー。